続いては、ナンバー20、伊藤大輔さん。伊藤大輔さん、無所属4期目だそうです。無所属4期目。はい、ナンバー21、ナンバー21、上条修一さん。日本共産党の方ですね。ここにね、コロナ、共産党の方なんですけども、共産党の方なんですけども、こちら、立川総合病院、元職員の方なんですね。立川総合病院はね、コロナのね、問題で、いろいろね、病院のね、あり方等をね、院長先生が、ね、いろいろ言っていた方ですね。コロナに対してのね、病院のあり方についてですね、いろいろ、問題提起をね、されていた院長先生ということですね。立川総合病院、有名になりましたよね。はい。次、エントリーナンバー22、日本維新の会、公認、佐藤由紀さん。佐藤さん、なんか前どっかで見たような気がするんだけれどもな、ちょっと気のせいかな。日本維新の会の吉村さんのね、なんか写真が出ておりますね。はい。はい。戻りまして、23番、渡辺忠二さん、忠二さん、立憲民主党の方ですね。はい、24番、江口元気さん、自民党ね、公認で出ておりますね。はい、25番、奥沢優也さん、32歳。なんかね、奥沢さんどこで見たような方だなと思いましたら、奥沢さん、奥多摩のね、2019年の奥多摩の選挙の時に私と一緒に出てましたよね、確かね、奥沢さんね、居住実態なしでね、確か出ておりましたよね。あ、立川市議会議員選挙出てるんですね。確か地元はね、立川市なんですよね、この方ね、住んでるのはね。奥沢さん、頑張ってくださいね。選挙歌ノーマイク等ね、なんか歌っておりますので、32歳、まだ若い方ですね。はい、次。